情報学という語が指す学術分野は基本的には情報に関する分野であるが歴史的な事情により特に英語と日本語の対応が曖昧である。もともとは図書館学の一部である書士情報の管理、検索を由来とする情報や知識を扱う分野がコンピュータの発展などで大きくなったため図書館情報学と呼ぶようになった分野がありその場合の情報学は インフォメーションサイエンスである。一方、社会情報学やバイオインフォマティクス等といったインフォマティクスイコール情報学と呼ばれている分野もあるが、その場合の情報学はインフォマティクスである。教科情報については、その英訳としての英文表記に関しインフォマティクスを使うように、2017年4月18日に情報処理学会から提言が出されている。 ここでは日本学術会議による大学教育の分野別質保障のための教育課程編成上の参照基準情報学分野を参考に情報学の分野及びその背景、概要について述べる。中等教育に関しては情報の記事を参照。2016年現在日本学術会議には大きな分野別として人文、社会科学、 生命科学、理学、工学の三部の部会がある。また、それとは直接の対応関係にはない三十の分野別委員会が設けられており、そのうちの一つが情報学委員会である。この組織構成は第二十期以降のものである。第十九期までは七部構成のもとに百八十の研究連絡委員会があるという組織構成で、第四部に 情報学研究連絡委員会第5部に情報工学研究連絡委員会、電子通信工学研究連絡委員会、基盤情報通信研究連絡委員会が設けられていた。このことや情報処理学会の学会誌、情報処理の相関以来の総目次を見ても、1980年頃よりコンピュータ科学に近いが、コンピュータを重要な要素として含むものの、 情報そのものにより、重点がある分野として、情報学という分野が捉えられていることがわかる。日本学術会議には、前述の分野別委員会のほかに、機能別委員会と課題別委員会という委員会群がある。課題別委員会の一つに、大学教育の分野別質保障委員会があり、大学教育の分野別質保障に資するため、各分野の教育課程編成上の、 参照基準というものを各分野別委員会に作成させ取りまとめている。情報学委員会では既存の情報科学技術教育分科会が中心となりこの策定に当たった。経緯は分科会委員長である萩谷正美の筆により学会市場に報告されている。分類の背景となる事柄について述べる。参照基準では情報学を 情報によって世界に意味と秩序をもたらすとともに、社会的価値を創造することを目的とし、情報の生成、探索、表現、蓄積、管理、認識、分析、変換、伝達に関わる原理と技術を探求する学問である、と定義している。また、この種種類類にわたる情報の取り扱いについて、情報を扱うと総称する。また、 情報学を構成する諸分野は、単に情報を扱うというだけではなく、情報と対象、情報と情報の関連を調べることにより、情報がもたらす意味や秩序を探求しており、さらに、情報によって価値、特に社会的価値を創造することを目指している、としている。以上の概念からは、当然のように応用分野も広く考えることが、できるが、参照基準の目的は、 専門家教育の質の保障であることから、専門家には最も基本的な中核部分を体系的に学ぶことが極めて重要であるため、中核部分に焦点を絞っている。そのため、以下で述べる分野についても、情報学の中核部分に特に絞ったものとなる。参照基準では、次の5つの項目によって、情報学の中核部分を体系化している。 情報一般の原理コンピュータで処理される情報の原理情報を扱う機械及び機構を設計し実現するための技術情報を扱う人間社会に関する理解社会において情報を扱うシステムを構築し活用するための技術、制度、組織以下では各項目について付録が付録をに示されている表を参考にそれぞれの分野を示す。また参考として示されている 国際学会役務のカリキュラレッキメ面でシャンズにおけるも、分類、IT、インフォーメーションテクノロジーとの対応についても示す。まず総論的な解説であるが、1は、記号論やサイバネティックスに由来する概念を含み、情報、情報学の中核部分全体を分類、体系化する指針を与える。2は、計算理論や情報理論を含み、コンピュータ科学としてはその基礎分野で、 カリキュラレッキメンデシャンズでは CS の基礎的な内容にあたる。3はコンピュータ科学においてコンピュータシステムを設計し実現する技術でカリキュラレッキメンデシャンズでは CE と CS の一部にあたる。4はメディア論やコミュニケーション論を含み社会情報学等と呼ばれる諸分野である。5は情報システムなどと呼ばれている分野でカリキュラレッキメンデシャンズでは i z と SE と IT に対応する。さらに、情報学の学習を通して、コンピューテーショナルシンキングなどのジェネリックスキルの習得が期待されている。情報一般の原理記号論、サイバネティックスコンピュータで処理される情報の原理計算理論、情報理論情報を扱う機械及び機構を設計し実現するための技術計算機械、計算機構学情報を扱う。 人間社会に関する理解メディア論、コミュニケーション論社会において情報を扱うシステムを構築し活用するための技術、制度、組織情報システムなど、その他、ありがとうございます。